おはようございまっちょ、フォルテです。ピアニストのそれだけです。シャキピー。いや、お疲れ様です。いや、本当ありがとうね。今日は、広島の公演だったと思うんですけども、やっぱどうですか、弾いてみて、なんかちょっと。そうだね、いや、でも何公演かやってるんですけども、はい、まあ、こういう状況なんで、1日2回に分けて、はい、昼夜でやってみたりしてて、今は1、2、3、4、5、6、7、8回目ぐらいが終わった。なんか数でいうと本当に6公演とかっていう感じなんですけども、はい、単純に倍になるから、でプログラムも、ね、休憩なしで、はい、今はね、コンサートやってますので、結構新しい形のコンサートになっているのではないかなと。いや、なかなかの体力言いますよね。本当にだって最低70分ノンストップで行って、あとアンコールで、でも一回前半の方で7曲コンアンコール弾いて、はい、ABC プロみたいな感じ。本当に、いや、すごいいいホールと、まあ、いいピアノを、まあ、に恵まれてコンサートやれるととても弾きたくなるのもあるし、はい、やっぱりコンサートをしてるのはね、この音楽家にとっては嬉しい限りですよね。じゃあ今日はせっかくだったら、まあね、反田さんにちょっとね、音楽界に向けてちょっとエールみたいなのをいや、僕の視聴者さんはね、やっぱピアノ頑張ってる方とか、お母さんと一緒に見てる方とか、親と一緒に見てる方たくさんいるので、うんうんうん、ちょっとピアノ頑張ってる子供たちに、ぜひ、うん、いや、結構違う、まあ、以前受けてた取材とか、いろいろ何回か言ったことがあるんですけど、はい、やっぱり諦めないで、はい、練習だったり続けてほしいなっていうのは非常に思います。諦めないで練習を続けてほしい、うん、繰り返しただけです。でも結構大事だからね。いや、最も大事なことですよね。僕もはい、まあ、なんて言うんだろう、ピアノはずっと好きだったけど、サッカーが好きだった時もあったし、はいはい、でサッカーとピアノどっち選ぶかって天秤にかけた時に、まあ、怪我、骨折を僕はしてしまって、はい、まあ、サッカーを断念してピアノになったわけですけども、でもその、なんていうんだろう、理由としてはやっぱりピアノの音が好きだったし、はい、オーケストラが好きだったから、まあ少しでも長く弾けるような人になってたいな。だから本当になんていうんだろう、ピアニストになりたくてっていう風じゃなかったんだよね、最初は。ピアノの音が好きだったから、クラシックの音が好きだったから弾いてみようっていうきっかけがあったから、多分この動画を見ていらっしゃる方もそういう同じ気持ちを持っている方も結構いらっしゃると思うので、ぜひ、まあ、こういう今時期ですけども、ピアノを続ける、まあ、楽器をバイオリンでもフルートでもトライしている楽器は諦めないで、絶対に裏切らないで、そうです。一生かけて、うん、一緒に楽器と過ごしてほしいなと思います。めちゃくちゃいいことをもらいましたね、皆さん。でもね、暴走しすぎて、お母さん、お父さん、頑張れよやりすぎないで、一緒にね、楽しく、この人もね。楽しむってこと大事だと思いますね。もう今日ものすごい楽しんでましたね。楽しかった。特にね、グリーグというのを弾いたんですけど、うんうん、トロールフットハーブの公演。あれは、それこそ僕が小学校6年生からぐらいの時に、はい、ちゃんとした、まあ、母校の東学園の音楽教室に入るための、入室試験かなんかで弾いた記憶があって、はい、で、初めてちゃんとピアノを習った、まあ、4歳から、まあ、趣味の時の先生だけども、その先生に、いろいろと手取り足取り音の読み方から教えてくれた、すごい思い出ある曲だったから、はい、やっぱ大人になって改めて10年ぶりに、はい、今度はちゃんとしたホールで、はい、昔の過去を思い出しながら弾いていたりすると楽しくなったりするから、やっぱりそういったちっちゃい頃の思い出っていうのは結構後々後で大きくなってくると大事になってくる。そうです。たくさんいろんな曲を弾いて、はい、うん、まあ嫌になることもあるかもしれないけど、まあ振り返れば僕はピアノがいたっていう感じだったので、諦めないで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。というわけでね、まあ今回はまあ、せっかくだったらエールをいただきたいと言って無理してね、まあ、楽屋コンコンして、挨拶させてもらって、でね、皆さんに向けて、まあ、音楽界を一緒に頑張っていこうと、一緒に盛り上げていこうとっていうね、気持ちをみんな同じなので、まあ、僕もずっと言ってるけど、もう第一線で活動しているもう世界の反田さんが
そうやって言うってことは本当にね、音楽界すべて同じ気持ちで動いてるってことなので、皆さんも子供たちピアノ頑張ってる方すべての方が音楽界の一員なので、一緒に頑張っていけたらなと思いますので、今後とも頑張っていきましょう。すごい真面目な回になったね。はい。というわけでね、あ、ここまで見てくれてありがとうございます。添田さん YouTube を始めたということなので、ぜひチェックしてみてください。ぜひ見てね。僕と違っておしゃれですよ。というわけでバイバイ。バイバイ。ありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。